ラオレ、皆様、ゴニヤマトです。帰還モスクワの最後が、どんどんネットに上がってますね。ここで、双方の主張が違うのよ。ロシアは弾薬爆発で沈没した。ウクライナは、2発のネプチューン2マレールで沈没したと主張しています。沈没直前の最後の映像が、海外のツイッターアカウントに上がっていたわ。これはコメント欄に貼りますね。いくつかツイートを紹介しますね。ウクライナのネプチューン対艦ミマルイルで攻撃された後のモスクワの写真です。モスクワ号沈没の様子。この図は攻撃がどのように実行されたかを示しています。燃えているモスクワの写真が流出。ロシア側は乗組員に被害はなかったという主張してますが、まあいろんなところからこの情報が出てますが、ロシア軍同士の通信はスマホを使ってるんですよ。盗聴し放題じゃん。このモスクワの沈没時、この乗組員と見られるスマホの通信も流出しました。その乗組員は泣きながら、軍艦が沈没した。たくさんの人が死んだ。約40人が死亡した。と母親と電話したみたい。この通信記録も投影したらしいわ。どこまで通信がされねんだ。普通、通信なんて軍事機密だから漏洩していけないのにね。どうしちゃってるんでしょうね。このモスクワ沈没についての海外の反応です。ネプチューンに撃たれたのか、別の何かで沈没したのか。モスクワは黒海の底に沈んだ2隻目になったが、1隻目は1941年に沈没。モスクワは縁起の良い名前ではないようですね。モスクワは大きな内部火災を引き起こし、指揮統制の欠如で収拾がつかなくなったようだ。火災で内部の隔壁が溶融し、回復不可能な損失となったようだ。乗組員が少なくともいくらか逃げる時間があっただろうか。この写真を撮っている船は何人かを救助しただろうか。ロシアの報道だと多くの船員が無事に脱出という。よかったです。ロシアはウクライナとの戦で機関を失った。1905年、日本との戦で、帰還を失ったことがあったな。無能な指揮官と皇帝、との声が聞かれました。こんな中、プーチンは、オーストリア首相と対面で会談しました。その様子を、オーストリアのネハンマー首相は、プーチン氏は戦に勝っていると信じていると語りました。17日放送のアメリカ NBC テレビの番組で、オーストリア首相は、その会談で、プーチン氏は今自分だけの世界にいる。プーチン氏は国際的な調査に協力するが、西側諸国を信用していないと主張したと言えます。しかしドイツのフォト紙では、欧州委員会のウールスラ・フォンデライエン会長は、ロシアの破綻は遅かれ早かれ問題であり、ウクライナは最終的に勝利するだろうと述べています。フォト紙は会長に制裁は効いているのかと質問しました。これに会長は、制裁はロシア経済に打撃を与えている。ロシアの破産は時間の問題だ。この戦を通じてプーチンは自国と人民の未来を破壊していると強調しました。もうプーチンの強がりにしか見えませんよね。このモスクワがやられたことに相当ロシアは参っています。その報復として爆撃機を。読売新聞からです。記事を読みます。超音速爆撃機ツポレフ 22M3 をロシアが初投入。マリウポリ完全制圧へ攻勢。ウクライナ東部に侵攻作戦の中心を移したロシア軍が首都キーウ、キエフ一帯を再攻撃している。黒海艦隊機関のミマルイル巡洋艦モスクワを沈没させるなど、反攻を強めるウクライナ軍への報復とみられる。南東部マリウポリでは完全制圧に向けロ軍が新たに超音速爆撃機を投入した模様だ。ロ国防省は16日、キーウで戦車などの関連工場を長距離精密弾で攻撃したと発表した。ウクライナ国営通信によると、キーウ市長は16日、南東部で同日朝に複数の爆発があり、1人が死亡、数人が病院に搬送されたと明らかにした。15日にはキーウ州でロ軍による3発のミマルイル攻撃が確認されている。
AFP 通信は、標的となった工場では、モスクワに命中したとされるウクライナの対艦ミマルイル、ネプチューンを製造していたと報じた。ロ軍がモスクワ攻撃に報復したとみられる。南東部マリウポリでも激戦が続いている。地元メディアによると、ウクライナ軍報道官は、15日、ロ軍が超音速爆撃機ツポレフ 22M3 を侵攻開始後初めて投入し、マリウポリを爆撃したと説明した。タス通信などによると、同機は多様なミマルイルを高い精度で発射でき、地下深くの標的も攻撃が可能という。ロ軍は地下施設に潜伏して抵抗するウクライナ部隊への攻撃を強める可能性もある。16日には西部リビウ州当局がロ軍の戦闘機が州内で4発のミマルイルを発射し、ウクライナ側が迎撃したと発表した。記事は以上です。このツポレフ 22M3 とは、冷戦時代にソ連のツポレフ設計局で設計製造された中距離爆撃機です。超音速、可変翼、超航続距離を特徴とし、ソ連ではミマルイル爆撃機に分類された。ロシア連邦により現在も運用されています。機体中央胴体部に爆弾層があり、核兵器を搭載できます。また対地対艦ミマルイル搭載も可能で、ロシアがアメリカの空母打撃群を想定して開発しました。このツポレフの兵装として使用されるミマルイル KH-22 は、射程距離は約1000キロ成層圏まで上昇後、急降下して最大マッハ4のスピードで目標に迫ることができます。 KH-22 の複雑な飛行パターンと驚異的なスピードのため、アメリカ海軍のミマルイル防衛システムでは迎撃が極めて難しいと言われ、また長い射程距離を誇るため、ツポレフ 22M3 はアメリカ海軍攻撃の手が及ばない安全な場所から KH-22 を発射できます。このミマルイルは自動飛行で、アクティブレーダーホーミング ARH 方式で誘導できます。逆弾頭350から1000キロトン、最大飛翔速度マッハ 4.6、 射程 600km、 極超音速で飛翔するため、イージスシステムを突破しうる能力を秘め、迎撃が困難とされています。ちなみにソビエトにおける試射では、 1000kg の成型作薬弾頭を使用した際に、直径 5m、 深さ 12m の穴を作ったようです。このツポレフ 22M3 はロシア国防省が同盟国ベラルーシの領空をパトロールするために派遣しています。逆弾頭を搭載できるため、ウクライナやポーランドでは緊張が走っているようです。ベラルーシ大統領は去年、ロシアの核兵器を配備する準備はできていると公式の場で述べ、EU を威嚇しています。小山とくんの癒しコーナー。僕は眠くない、起きてくれないかな。僕つまらないよ、お友達が起きるのを待っているのでちゅね。爆撃機部隊を維持する費用もかかるため、一定規模の爆撃機部隊を保有しているのは、2021年時点でアメリカ合衆国、ロシア連邦、中の国だけらしいわ。その2国に囲まれている日本って、本当日本は危険よね。キッシーにはもっと危機感を持ってほしいですね。何もしないのがキッシーのモットーなので無理ですね。あらまあ、小山とくん。では最近つべつべさんの規制がひどく、せっかく動画を投稿しても黄色になってしまうことが多いです。チャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。